フィル・テイラー、フィリップ・ダグラス・フィル・テイラー、フィリップ・ダグラス・フィル・テイラー、1960年8月13日隊は、史上最強と言われた、ダーツプレイヤーである。イングランド・セーブ・ストーク、オントレント出身、右投げ、ニックネームは、ザ・パワー、入場曲は、スナップのザ・パワーである。プロフェッショナル・ダーツ・コーポレーションの設立メンバーであり、当時より、PDC の、 第一人者として活躍していた。16歳の時に高校を中退し就職。1988年、テイラーは80年代を代表するプレイヤーであるエリック・ブリストーのパブに訪れ出す。ほとんどの人がブリストーと長くはプレーできずにすぐ止めてしまうのに対し、テイラーは朝に4時間、夜に4時間、ブリストーと共に練習し続けた。ブリストーは テイラーをいくつかのトーナメントに出場させた。恐れと緊張のあまり第1ラウンドでの敗退が続いたりもし、ブリーストーはジョン・ローに、なぜ、テイラーに出資し続けるのかと問われたが、ブリーストーはローに、最後には、うまくいくといと言う。そして、ブリーストーは、1年ほどかけて、テイラーに、テイラーが仕事を辞めて、 ダーツに集中するなら、ブリストーが9000ポンドの資金提供をすることを受け入れさせた。ここからのテイラーの成長は、ブリストーの予想よりも早く、1990年、テイラーは、エンバシーワールドダーツチャンピオンシップの決勝において、ブリストーを6から1で打ち破り、初のワールドチャンピオンとなる。また、衰退し始めたダーツの人気を復活及び、 発展させるためにワールドダーツカウンする、すなわち現在のプロフェッショナルダーツコーポレーションを歴代のワールドチャンピオンなどと結成。WDC のトーナメントはテレビ放送やスポンサーがついたりもし、ことはうまく進んでいるように見えたが、ブリティッシュダーツオーガナイゼーションはテイラーらを出場禁止処分し、彼らと関わった者も出場禁止にすると脅した。テイラーらは武道から離れ、独自に ワールドチャンピオンシップを開催するようになり、1994年より、現在まで年に2つのワールドチャンピオンシップが行われ、毎年2人のワールドチャンピオンが誕生している。しかし、PDC のワールドチャンピオンとして、テイラーがブードのワールドチャンピオンと直接対決を行うと、常にテイラーの勝利となること、テイラーらが去った後に誕生したブドのワールドチャンピオンや、 WDF ランキング上位プレイヤーの大半は PDC に移籍したが PDC においてテイラーの勢いを止められる者がいないこと、統計値の高さや9イコールダートフィニッシュの多さが圧的であることなどテイラーが世界最強であり史上最強と言われるゆえんである。また、テイラーら PDC で活躍するプレイヤーや PDC、 そして PDC のトーナメントを放送するスカイスポーツの努力や工夫によりダーツのテレビ中継は増え賞金も高くなり使用会場も広くなったさらにテイラー自身のダーツにおける活躍により BBC は PDC のトーナメントを放送していないのにかかわらずテイラーは BBC にしばしば出演している2017年テイラーは現役を引退すると表明 その年のワールドマッチプレーでは、ランキング1位のマイケル・ヴァン・ガーウェンを下すなどして、優勝。引退大会のウィリアム・ヒル世界選手権では、決勝進出。18年元日の決勝では、新生ロブ・クロスに2から7で敗れダーツ生活に、ピリオドを打った。3月に赤坂ブリッツで、開催のスーパーダーツ18で特別招待出場。決勝で、村松春樹に敗れた。 2016年現在、テイラーはテレビ放送中に12回のナインイコールダート、フィニッシュを達成している。この記録も他のプレイヤーと比べて群を抜いて多い。2011年現在のバレルはユニコーンフェーズ 526g ロッソである。なお、すでにユニコーンダーツはフェーズ6まで開発し販売も行っており、テイラーも 1>, 1月に行われた2011プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズなどでこのダーツを使用していた7月に行われた2011ワールドマッチプレイや10月に行われた2011ワールドグランプリなどではフェーズ5を使用しているこれまでもユニコーンがテイラーの新しいダーツを開発及び販売後テイラーが過去のダーツを使用することはあり テイラーに限らず他のプレイヤーでも最新のダーツから変更することは時見られる。2011年現在、テイラーは DXM フライトというスリムフライトよりも表面積が狭いフライトを使用している。過去にはティアドロップ、スリム、スタンダードなどのフライトを使用していた。2011年現在、テイラーはチタンに 取り外し可能な横からフライトを差し込む特殊なシャフトを使用している。過去にはアルミ製のフライトや100%チタン製のシャフトなどを使用していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。